部分 u l ナックスにおける KDE のフリーセルフリーセルは一人用のトランプゲームである。バラバラに並んだカードをフリーセルと呼ばれる4つのスペースをうまく活用して全てのカードをホームセルと呼ばれる場所に片付けるのが目的である。ルールはクローンダイクに似ている。フリーセルのコンピューターゲームはマイクロソフトウィンドウズをはじめ様々なプラットフォームで作成されている。 まずジョーカーを除く52枚のカードをよくシャッフルし、左から順に数字が見えるようにして8列に並べる。左の4列は7枚、右の4列は6枚となる。また、これとは別にフリーセル用に4つ、ホームセル用に4つのスペースを用意する。プレイヤーは以下のルールに従って一度につき1枚だけカードを移動することができる。ルール上移動できるのは、 一度につき一枚だけなので、複数枚で数字が連続しており、かつ色が交互に並んでいる列の場合は、フリーセル及び空の列に必要なだけの空きがある場合に限り、見かけ上その列を移動することができる。Windows 付属のフリーセルの初期状態は、ある記事乱数発生器に初期値を与えることによって決定されている。この初期値がゲーム番号である。ゲーム番号には、 132000XP 以降は1 0 0万が存在する。ゲーム番号はランダムで選択されるが、プレイヤーが任意で番号を選ぶこともできる。Windows 95以降では、マイナス -1 とマイナス -2、B スタ以降では、-1-4 という各種ゲーム番号が用意されている。なお、Windows Free Cell のゲーム番号には32000の上限があるが、 疑似乱数発生器のアルゴリズム上はそれより大きな初期値を与えることもできる。同じアルゴリズムを使用し、より大きなゲーム番号のフリーセルを遊ぶことができるソフトが第三者によっていくつか公開されている。理論上は約1.240031554065通りのゲームが存在するが、この中には割合としては極めて少ないものの、口実のようにカードを どう移動してもクリアできないゲームが存在する。ヘルプには、どのゲームでも必ず勝利できると言われている、胸の記述がある。しかし、実際には愛好家らによる挑戦やコンピューターを用いた解析によって、以下のゲーム番号はクリアできないことがわかっている。11,982、146,692。 186,216、455,889 18、495,505、49 512,118、517,776、781,948Windows 版のヘルプには記載されていないが、キーボードでプレイすることができる。レオンハルト、ウッディ、Windows 7 All-in、14 Dummies、ジョン・ワイ i l e サンズ、ピアニッシモ、293。ISBN 9兆7804億7048万7631 <www. S 1>。http コロンスラッシュスラッシュ,スラッシュブックス .google.com スラッシュブックス。id、イコール BJHFGC4 ドジックピコグラムイコール PA2932012 年6月12日。閲覧。ありがとうございます。